人、絶対違う。やばい。殺すつもりはないって。まだね。こいつらは教師。僕が人間で作った。ついついこうして遊んじゃう。と、戦薬のことですね。でもさ、悪いけどその手のものはここにはないよ。戦薬がない。戦薬がないとご免状も手に入らない。今のうちに離れよ。あ、はい。センタも早く。あ、はい。教師は手下じゃない。私の古巣じゃ切って言ってたし。忍びの君、タオの扱い方を僕が教えよう。センタ殿が刀を抜くなんて。忍びの子以外興味ないから。君にはもっと基礎から覚えてほしい。あれ。何しても死なないってんなら、ありったけ試してあげる。忍法、練習。毒液を代謝してる時点で常人じゃないし、でもただ曖昧に扱ってるだけ。目さえ作らせなければ正気を探れます。じゃあこのままやってみようか。さて、蓬莱にようこそ。宝子さん、何か天仙様に弱点はないのですか。何でもいい、手がかりは。じゃあそろそろデブ殺して。おっと、立ち直りが早いね。はい。でも意志のない軌道ならば。剣を切り裂けろ。タオは丹田から生み出され、全身を巡り再び丹田に戻る。っていうか忍びの子含めて、うん？